最近ご近所さんに YouTube で遊んでいることがバレつつある土パフォーマンスです。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、今回はボンドボディに来ております。今回何をするかっていうとですね、こちら463仙台 G クラスですね、こちらの車をなんとオールペイントしちゃいます。すごい。やっぱり皆さん車好きだったら一度は自分の車オールペインしてみようかなとか、オールペインしたらどうなるのかなとかって考えたことあると思います。なんで今回はちょっとそのオールペインの様子を詳しくお伝えしたいと思います。どんな道具を使ってるのとか、どんな工程で進んでいくのとか、どんな設備でやってるのとか、どういうことができるのか、やりやすい車、やりにくい車、いろいろあると思いますんで、なるべく詳しくお伝えしたいと思います。はい、それじゃあ早速この車の具体的な紹介と作業の流れをいつものおなじみ高橋さんに紹介してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回この車ボディカラーまずこれ何になるんですか？エメラルドブラックですね、純正色。はい、割とこうこの年式の G クラスにとっては定番というか。そうですね、結構見る色だと思います。はい、で車の年式の方が2000年、2000年っていうことみたいです。2000年の G500 でした。500、はい、55仕様でした。あ、500、はい、はい、G500 で今回この車を何色に塗っちゃうんですかこれ？そうですね、またベンツの純正色のデジタルホワイト、 V クラスなどでよく使われている色ですね。白にメタリックが入っている色です。に塗ってっちゃうと。はい、で今回この G クラス塗るんですけど、 G クラスってこうオールペンに向いてる車なんですか？向いてる車、はい、難易度的にはなんかいろいろ車あるじゃないですか。はいはい、塗りやすいとか塗りにくいとか。まあ、実際その G クラス自体塗りづらいですよ。あ、そうなんですか。そうですね、はい、オールペン難易度としては高いんですね。そうですね、はい、ヒンジもちょっと入り組んでたりするんで、まあ、いろいろこういう入り組んでるパーツが多いとやっぱりちょっと塗るのが大変と。はい、そうです。はい、であとは今回はちょっとこう2000年もう20年近く経ってていろいろくたびれたこう車を塗る感じだと思うんですけど、はいはい、これ新しい車乗るのと古い車乗るのってなんかこう難易度に差があったりするんですか？もちろん、まあ、例えば新車を塗るってなると、まあ新車は全くダメージないんで、あの足付けしてペイントっていう流れになるんですけど、まあ20年以上経ってるんで、まあ手をかけていく上で、あ、ここも傷あったねとか、ちょっと中もその塗装の中ですかにダメージがあってこう塗装が膨らんでる状態とかもまあいろいろあると思うんで、あの難易度的というか、あの手間的にはすごくあの大きいですね。やることが増えるんですね。やっぱり、はい、やっぱり古い車をオールペイントする方が工程が多くなるんで、そうですね、まあ、時間、はい、手間、まあ、費用的なものもいろいろかかってくる、はい、そうですね。なるほど、はい、あとはそのオールペンに向いてる色とか、例えばここの色からこの色にすると難しいとか、そういうのはあるんですか？まあ、基本的に似た色で塗り直す方が、気持ち的には楽。あ、なるほど、はい、それはどうしてですか？こう色もまあ染まりもありますし、はい、まあ、例えばまあこちらも、濃厚色から白に塗るんで、染まりもそんな何、まあ、工程踏んでいかないと染まっていかない。なるほど、はい、じゃあもう白だったら白系の方が割とこう、そうですね、簡単じゃないですけど、その方がまあスムーズにいくと、はい、なるほど。じゃあ今回は結構もう難易度めちゃめちゃ高い方じゃないですか？まあ、難易度的にはそうですね、高い方です。原色も古いし、はいはい、色ももう真逆の色に塗るわけじゃないですか？そうですね、まあ、一番はそうですね、やっぱりこうダメージが受けてる箇所をパッと見でもまあちょいちょい見られるんで、はい、まあ作業のボリューム的には大きいかなと思います。なるほど、はい、で今回具体的にはどんな感じの作業になるんですか？とにかく全部バラすとこからスタート。まあ、そうですね、全部バラして修正してってことですね。もう前回りとかから言うと、もう外せるパーツは全部外した感じ？外せるパーツはもちろん全て外します。もうこのグリルもこのカバーもヘッドライトもバンパーも、はい、フェンダーも確か G クラスで全部外すんですよね。外しますね。でボンネットも外したりとか、はい、外さないとこうピラーが入り組んでるところとかも入らないんで、この中とかも全部塗るわけですね、はい、でフェンダーも取って。あともう一個僕オールペンで聞いたのは、結構再利用できないパーツとか、はいはい、なんかそのリフレッシュした方がいいパーツなんかがいろいろ出てくるとかっていうのを聞いたんですけど。そうですね、はい、基本的にはウェザーとか、
水切りモードとか、この窓の枠のこのゴムのところとか、そうですね、はい、あとこの開けたこのこれなんかも全部リフレッシュする感じですか。そうですね、インナーのウェザーも、はい、なるほど、やっていく感じなんです、はい、だとやっぱり古いとどうしてもその取り外しでこうプラスチックが割れちゃったりとか、ね、はい、劣化してるパーツなんかもあるんで、はい、その辺全部取り替える感じですかね。はい、やっていくみたいです。あと塗る範囲としては今回どこまで塗るんですか。範囲としてはもう本当にあれですね、この色のところ全部、外装色のところはもう全て塗り替えです、ね、なるほど、はい、これエンジンルームとかっていうのはエンジンルーム気合のやっぱり高橋さんですから塗らないとかありえないっしょっていう。いや、これゲレンデは中はあの同色のところがないんですよね。あ、なるほど、はい、この年式だと内側が塗ってないんですね、はい、お分かりいただけますでしょうか。これ普通の何ていうんですか、電着塗装のままなんですか。そうですね、はい、なんで ここの裏側までですか。裏は全部塗ります、はい、こっちはクリア塗ってないですね。でここまでクリアが入ったんですね、はい、ここボディと色ですね、はい、だから割とそこはこう手間がかからないというか。そうですね、バラして分解して、あ、まあ分解して塗ると。でこれ例えば中塗ってある車でもここまで塗るか塗らないかっていうのは、はい、こうさじ加減というか、まあそうですね、やり方としてできるわけですよね。はい、そうです。もちろんエンジンを下ろして全部塗りたいっていうお客様がいれば、もちろんそれにご要望に応えて、はい、作業の方をします。もちろんその費用と時間かかっちゃいますけど、はい、やろうと思えばできちゃうと、はい、なるほど。あとこの車内側っていうのはどこまで塗るんですか。車内はピラーとドア内とここの境目のところまでってことですか、ね、そうですね、はい、で結構車によっては、車によってはっていうかその塗り方によってはここでマスキングして元色が出ちゃうとかたまにあるじゃないですか、はい、僕も結構見たことあるんですよ実は、はい、内装ばらしたりしてるんで、はい、気持ちはわかるんですけど、ちゃんとこの鉄板の ここまで塗るってことですか、ね、はい、そうですね、なるほど、はい、あとは G クラスオールペンに対して何かありますか。あとはまあその屋根がでかいっていうのと、まあ、今パッと見てもこのもともとここにウインカーがついてたんですよ。ついてて、それを穴埋めした跡が出てる。え？本当だ。これパテかなんか痩せてるってことですかね。そうですね、はい。じゃあこういうところも直すんですか。直します、もちろん、はい、あとこういうところどうなんですか、ヒンジとかって。ヒンジもドアを落として、あのボディと一緒に、ボディ側と一緒にヒンジをこう開け閉めしながら塗っていきます。あ、そうしないとここがくっついちゃうからってことですか。そうですね、あとその開閉時でその見えたり見えなかったり。あー、はい、なるほど。閉めた状態でこう見えなくても開けた状態でこう元色が出てきちゃったりっていうのも見ともないんで。なるほど、はい、もう一回言ってもらっていいですか。見ともないんで。見ともないんで。見ともないんで、はい、しっかり塗りましょうということで。しっかり塗ります、はい、じゃ結構大変ですね。まあそうですね、はい、まあ、車的にもそうだし、こういういろいろあったりとか、はい、あと僕一個見つけたのは後ろがちょっとへこんじゃってると、ここですね、背面タイヤカバーのとこ、こういうのも全部直したりとか、もちろん修正します、はい、して塗ると。であと貼ってある系のパーツってどうするんですか。もう一回全部貼り直すんですか。貼り直します、はい、はい、エンブレム等は新品交換します。今回ちょっとこのエンブレムチューンで次交換しようになってますけど、はい、この辺なんかもじゃあ全部貼り直して新品に。でこの辺なんかも確か剥がすんですよね。そうですね、ですよね、はい、この辺なんかもじゃあリフレッシュする感じですか、ね、か、まあ、再利用するか、ちょっと担当店長のふもとさんなんでちょっと確認して作業のおすすめに。なるほど、はい、今回あれなんですよね、こうイメチェンもそうなんですけど、なんか車をこうパリッとさせたいっていうお客様のご依頼なんですよね、はいはい、でちょっとそのオールド感を出すよりもちょっと新しくしたいっていうご要望があるみたいですね。ということで、はい、フロントバンパーもちょっと遅れちゃったんですけど63に変えて。ああ、そうなんですか。はい、フロント周りは63に変えてですね。なるほど、はい、じゃあ外装のちょっとプチドレスアップも加えつつ、はい、そうです、そうです、もうちょっとくたびれたところも直して、はいはい、やっていくわけなんです、はい、あともう一個だけいいですか。もう一個この G クラス、多分この辺の年式乗られてる方だと
あーあるあるって多分言ってくださると思うんですけど、これこういうのとかどうするんですか。バラして綺麗にしてですね、あと組み直すんですか。工具もそうですね。あ、結露しちゃったりとか、はい、中汚れちゃったりとか、はい、結構あるあるですけど、はい、でやっぱりこう外装をきれいにするんで、はい、一緒にその辺もリフレッシュして、そうですね、はい、組み直して、はい、必要だったら交換して、はい、こうパリッとさせるわけですね。パリッと。あと高橋さん、もう一個だけ聞きたいんですけど、はい、これガラスとかっていうのは外すんですよ、ね、はい、あ、もちろん外します、はい、でこの縁までキワキワまで塗ると、はい、で外すのはこれボンドボディではできないですよね。そうですね、ガラス屋さん呼んで外してもらってるんです。で全部塗り終わったらもう一回ガラス屋さんにくっつけてもらってて、フロントと、まあ、色替えなんでガラスは全部ですね。あ、そうなんですか、はい、全部外すんですね、はい、じゃあこのクォーターというかクォーターもここもそうだしこっちもそうだし、はい、ガラス屋さんに頼むのはそのリアゲート と、サイドガラスとフロントガラスで、こっちのパワーウィンドウの方はじゃあ分解して取り外して塗ると、はいはい、で当然内張りも全部剥がしてこの内側まで全部塗る感じ。そうですそうです、もちろん。なるほど、はい、じゃああとは実際どんな風にしてその色を作ってどういう風にして塗るのかっていうのもちょっと紹介したいと思います。はい、続いてやってまいりましたのがここ朝食室。はい、朝食室です、はい、で何とかこう中でどういう風にして朝食しますよとか塗りますよとかっていうのは紹介してるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと初めて見る方っていうのもいらっしゃると思うので、はい、まあ、改めてになるんですけど、紹介すると塗料がこんな感じでずらずらと並んでて、はい、ここからその何ホワイトでしたっけ、デジタルホワイト、デジタルホワイト、はい、を調色して塗ると、はい、でこっち側ともう一個こっちもあるんですよね、はい、こちらは水性になります、はい、これ水性、油性、こっち油性というか溶剤、溶剤、はい、この違いっていうのは、まあ、水で薄めて塗るかシンナーで薄めて塗るかっていうところですね。なんか環境負荷の関係で最近の車はみんなこう水性で、水性で、はい、塗られてるんですよね、はい、新車の方はもうほぼ 100% だと思うんですけど、こう水性で。なるほど、はい、でこの辺が水性になるんですけど、なんと塗るのがちょっと難しい溶剤に比べると。そう、難しいというか癖がある、ま、全く別物っていう考え方の方がいいかもしれないです、ね、なるほど、はい、じゃ補修なんかは結構こっちで塗って、基本的にまあ自己修理ですとかは、水性で、まあ、うちなんかそのパーツが多いんでパーツペイントとかはまあ溶剤を使ったりってい っていう感じなんですね、はい、ちなみに今回のデジタルホワイトはどっちで塗るんですか。そうですね、溶剤で考えてます。あ、はい、なるほど。でこの中からその白とか、まあ、ベースの色白ですよね、はい、ベースは白です。僕朝食聞いて驚いたのはその白でもなんかその色によっては黒入れたりとか黄色入れたりとか。あ、基本的にはもう白でも黒と黄色はほぼほぼ入ってます。あ、そうなんですか、はい、ちなみに今回の朝食加減はどんな感じになるんですか。はベースの白にメタリックが半分ぐらい入ってる。あとメタリックとかパールってよく聞くじゃないですか、はい、それってどんな感じになってるんですか。元々の色ってソリッドなわけじゃないですか。この辺って。あ、そうですそうです。でよくパール足します、メタリック足しますって言うんですけど、はい、メタリック専用のなんかクリアのやつがあるんですか、それともなんか粉的なものを入れるんですか。いや違います、基本的にはその粉じゃないです。あのメタリックはメタリックの、はい、塗料。あ、もう元々ベースの色がメタリックになってるってことですか。はい、じゃあこれソリッドなわけじゃないんです。違います違います、はい、そうなんですね、はい、でもベースメタリックのこのアルミの粉をこう溶剤で溶かしたものが、はい、メタリック 100% メタリック。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあこの間のメタリックも入っててパールも入ってて緑色なんてなってくると結構使うのも多くて、はい、あ、そうですね、大変な感じなんです、はい、なるほど。そしてこの色の中からこうあらゆる色ができちゃうという。そうです、はい、で実際調色するのがこちらですかね。はい、はい、でまあ、はかりで、分量メーカーで指定してる、メーカーで出してるパソコンでデータが見れるんですか、ね、はい、この色をこのぐらい入れなさい。あ、そうですね、はい、で実際混ぜてって、まあ、何グラムみたいな。そうです、はい、で色を合わせてやると、はい、でそれも微調整が必要なんですよね。微調整は必要ですね、はい、はい、まあ、テストピースって言って、はい、テストピースって言って、はい、でその辺をやったりするのがもうものすごい数多くの、はい、試行錯誤が繰り返されているそこのテストピースを塗るところと、あと乾かすところが下についてるんでしょう。そうですね、はい、このネットのところでもう拭きすぎてネットじゃなくて
もうなんか固体になってますけど、この辺で色を塗って下でこう乾かすんでしたっけ、やったりするみたいです。あと高橋さん教えてほしいのが、はい、このガン。そうです、はい、これいっぱいあるじゃないですか、はい、これっていうのはどういうことなんですか、はい、基本的にはそのソリッドを塗るガン、ソリッドでも白を塗るガン、黒を塗るガン、パールを塗るガン、メタリックを塗るガンと、まあ、そうなんすか、結構まあ個人で、まあ、個人の持ち物なんですけど、まあ、個々でみんな分けて使ってます。色によっても違ったりするんですか。色によってももちろん、あ、そうですね、なんとなくこうスタッフによってこの好みでこう使ってるガンがいっぱいあるのかなと思ったら、色によっても分けられてるんですね。そうですね、スタッフで気に入ったガンを、まあ、例えば黒を塗るならこのガンってこう決めて使い分けてます。それ出方が違うんですか。出方が違いますね、はい、はい、それ1個のガンでやっぱり調整するよりかも、もう分けちゃって、分けちゃった方が、はい、なるほど。ちなみに高橋さんのマイガンは今回登場するのはどれなんですかもう僕だったらそもそもこう棚に戻したらどれがどれだか分かんなくなりそうです。あ、でもそもそもちょっと、まあ、今回はそのゲレンデの担当まだ決まってないんで。あ、そうなんですね、はい、なるほど。そうですね、奥にあるのがサタで、あ、こっちもあるんですか。はい、なるほど。この辺を使って塗ると、じゃあ新しいサタですね。こんな感じなんですね。だからこんないっぱい必要なんですね、はい、あとはちょっと汚いんでいや、年季が入ってるって言いましょうあの水性塗るガンは水性塗るガンで、あ、やっぱり違うんですね、はい、水性のソリッドを塗るガンと、メタリック、パール塗るガン。なるほど。この辺もだから高いんですよね。高いですね、はい、結構 YouTuber の人でその激安のガンで塗ってみたみたいなのがありますけど、はいはい、やっぱりその何ていうんですか、出方が違って、そうですね、うまく塗れない。はい、やっぱりその辺は道具もいいものを使わないと。もうそうですね、もう材料も全ていいものを。なるほど、はい、妥協しないんですね、そこも。そうですね、こんな感じに調色して塗るみたいです。あとはちょっと塗装ブースの方も改めてちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、はい、続いてやってまいりましたのがこちら塗装ブースでございます。この中で全部パーツを塗る感じなんですね。そうですね、はい、サフェーサーも今隣でサフェーサー塗ってますけど、サフェーサーも、上色も塗装ブースで塗装します。で、これが非常に重要なんですよね。そうですね、はい、はい、やっぱりこのお店によってはオープンピットでそのまま塗ってたりとか、はい、あとはこうカーテンで仕切っただけで塗ってたりもするんですけど、はいはい、やっぱりこう空気中にいろんなホコリとかゴミとかあるんで、はい、そういうのを防ぐためにこの専用のこの中で塗ると。あとは環境問題もありますし、あ、はい、なるほど、はい、やっぱりこう飛散しないようにっていう。そうですね、はい、でこの構造が僕も素人なんで、まあ、ちょっと調べただけですけど、なんかもうそもそも空気を入れるところにもフィルターがいくつもついてて、そうです、はい、でこの箱の中に空気をギュッと入れると、はいはい、でこの下のこの網から空気を吸うんです、ね、空気を吸って排気する。上から出してんでしたっけ。上から出してます、はい、ちょっとこの後中入ってみますけど、上もフィルターになってて下もフィルターになってて、はい、で空気の流れ的には上から入ってこう下に吸ってくる。だからこう塗ったものがこう全部下に落ちるようになってるんですよね。で基本的にこうゴミとかが極力つきにくいような、はい、そうですね、はい、でなおかつこう排出する空気もきれいな仕様になってるみたいです。でゴミがつかないってことは結局工程も少なく済むし、ね、クオリティも上げられるということ、はいはい、でそのまま乾燥もできるっていう。なるほど、はい、ちょっとじゃあ中に入ってみたいと思います。あの撮影のために特別に入っちゃいます。本当はこんなふざけた格好で乾いてれば OK ですか。でもいやいや、まだ塗装前なんで。あ、なるほど、はい、これから脱脂して、うん、塗る時もあの完全防護なので、はい、あれ着ないと結局ホコリが舞っちゃったりとかするってことですよ、はいはい、でこんな感じで上が全部、これもだから定期的に交換するんですよね。そうですね、交換してるの見たことあるんですけど、外から入れた空気は一時フィルターで、まあ、枯葉とかもうそのまま吸っちゃってるんで、枯葉とかそういうゴミ類は一時フィルターでシャットアウトしたものをすごく細かいあのこのフィルターで上から出てきてます。なるほど、だから多少加圧されてるんですよね。そうです、はい、だからこう外からのものもこうブースの中に入りにくい、入りにくいように、あの吸気側の方が多少圧が高くて。なるほど、はい、でこう下に全部落ちるように。そうですね、はい、下からこう吸ってると。だから下が全部フィルターになってると。はい、でこの中で全部塗るわけですね。はい、でここのブースの中もこう温められるんですよね。そうです、そのままあの乾燥に乾燥できるんで、その塗った後のゴミっていうのも心配なく、はい、なるほど。であとはこの
傷とか塗った加減が分かるようにこれだけたくさんの蛍光灯がついてる、はい、こんな感じのところで塗っております。なんですかこれ、ブロー、グロー、ブローさん、イタリアのブースメーカーです、ね、あ、そうなんですか、はい、結構有名な、有名ですね、ブースはイタリア製がすごく多くて意外にドイツとかアメリカとかは出てないんです。そうなんですか、はい、イタリア車って言ったらちょっと塗装だえっていう感じじゃないですかそうですね、はい、まあ、何せおしゃれ、あ、そういうことなんですか、はい、でもちょっとその物が充実してるというか、はい、そうですね、鉄工業が盛んみたいですね、イタリアは。そういうことなんですか、はい、なるほど、じゃあその辺も使ってなんで、そうですね、イタリア製のブースはすごく多いです、メーカーは。あ、そうなんですね、国産ですか。なるほど、はい、そういう高橋さんの豆知識でございます、はい、ちょっと今は分からないですけど、ブローサムはあのメルセデスベンツの指定ブースにもなってます。あ、そうなんですか、はい、なるほど。ブースも結構こうピンキリじゃないですけど、いろいろあるんですか。いや、あります、あります、はい。だから もっといいのももちろんあるわけ。あ、もっといいのも、はい、はい、だってちょっと動画で、え、モンド、これもっといいのあるよっていうコメントはどうぞお控えくださいませ、はい、勘弁してください。これで全力で頑張っております、はい、はい、というわけで今回は仙台 G クラス463のオールペイント第1回目、どんな感じでスタートするのかっていうのをご説明させていただきました。で、今回オールペイントの中でもかなり手間暇かける感じになると思うんで、費用的にはかなりかかるみたいです。で、オールペイントっていうともう本当に安いのと20万円30万円のものからあると思うんですけど、やっぱりその塗る工程だったりが違ってくるっていうのが、まあ、今回多少でも伝わったらいいかなっていう感じがします。で、具体的な金額に関しては、まあ、気になる方いらっしゃいましたら、まあ、ボンドボディだったりボンド確定までお気軽にお問い合わせください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ちょ、待て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 、今日も決めてないから。いや、あの、僕は言いたいんですよ、いつもこう高橋さんばっかり出てるんですけど、もうボンドボディにはもっとやばい職人がいるっていういや、俺あれだから、あいつ出すの知ってます。だから多分この辺モザイクになってますけど、あのボンドボディな、今何人いるんでしたっけ。今何人だろう、15人ぐらいですか。いや、10人ちょっとですか。分かんない、もう高橋さん級にやばい職人さんいっぱいいるんですよ。だから僕もうみんな皆さん紹介したいんですけど、やっぱり職人さんだと結構こう NG の人が多いんで。トマヤさんあれでしたっけ、ビジュアル NG っていう、社長から NG が出てんでしたっけちょっと出せないですけど、本当にいっぱいこうすごい職人さんいるんで、ちょっと機会があればちょっとご紹介させていただきたいと思います。でも来店してもらえば、もう実際その職人さんと打ち合わせなんかもできますんで、まあ、お気軽にお問い合わせください。